でもペンクッチということで、今日なんですけども、かなりリクエストが多いあれを作っていきたいと思います。それはフルーツ飴です。フルーツ飴もう流行ってますよね。もういろんな人が1年ぐらい前からやってますよね。でも実はこれ僕ね、3年以上前にもう動画にしてるんですよ。誰もやってなかった頃に動画出してるんですよ。実は全然伸びんかったけどね、今はなき西山フィッシングクラブで出してたんですよこれ、全然伸びんかったけどね。で、あの時はね、サクランボでやったかな。サクランボでやったんだけど、ちょっと飴がね、カリッとしなくて、ネチャッとしちゃってて。まあ、失敗か成功かって言ったら、まあ、失敗の部類に入っちゃったんですけど、まあ、3年越しのリベンジというか、まあ、リクエストが多いので、やっていきたいと思います。中火です。で、この火にかけたらもう砂糖は混ぜちゃダメみたいですね。砂糖を混ぜてしまうと砂糖が結晶化してツルツルの飴にはなりません。で、これブクブクするまで待ちます。気泡がだいぶ粗くなってきたら、ちょっとすくって、水の中に入れます。で、冷まして、で、飴を触って、こういう風にパリッとしてたら OK です。どんどんつけていきます。つけては、あ、やばい。あ、いいか。落ちる。いちごが落ちる。あ、相手いちごが多い。どうしよう。一個抜こうか。いっ、熱っ。もう熱い。あ、やばい。あ、やばい。どうしよう。これ大変。これ非常に大変。しかもブルーベリー一個邪魔。やばいな。これ失敗フラグか。やばいぞ。あ、やばい。あ、やばい。どうしよう。あ、これ。抜ける。ダメじゃん。ちょっと、どうする。あ、熱いし。熱い。熱い。雨って熱いんだね。熱いし。熱いし。もうダメだ。もうダメだ。これ、行こう。これで行こう。大きいやつ行こう。大きいやつ。大きいの行こう。よっしゃ、大きいのは簡単。よし。食器のは、よし。ちょっとこれ邪魔だな。よいしょ。これでいいだろう。本日のお飲み物はこちら。南国のやつ。ヤングココナッツ。
できました。ちょっとね、いちご失敗しちゃいましたね。ちょっと落としちゃって割れちゃいました。いただきます。うん、わ、いちご飴うまっ。ブルーベリー飴、これめっちゃ美味しそう。うわ、うまっこれ。もう一個。金柑飴、うん、うまい。うえ、まずココナッツ、まず。事務所からこんなにいただいたんですよ。じゃじゃーん。気まぐれクックのサボり場、100万人突破のクリスタルの盾です。どうですかこれ、めちゃめちゃかっこいいでしょ。 YouTube さんからは金の盾っていうのが届きますけど、これはね、僕が所属しているキーその事務所からいただきました。メインチャンネルもいただいたんですけど、サブチャンネルも。メインチャンネルが100万人突破した際もいただいたんですけど、今回セカちゃんも100万人ということで、こんな素敵な盾いただきました。本当にありがとうございます。で、今ね、こう、うちの事務所キーが、従業員を大募集中ということらしいので、多分画像で今こう貼ってあると思うんですけど、編集に興味がある方とか、あと YouTube に興味がある方、あと YouTube が好きな方とか、ぜひぜひ皆さんキーで一緒に働いてみませんかというね、ことでございます。気になる方は下に URL ありますんで、チェックしてみてください。というわけで今日はお知らせでした。バイバイ。